です。2024年ももう半分過ぎましたけど、今年始まってやっぱり一番感動したというかびっくりしたのは、ボクシングの井上尚弥対ルイス・ネリの試合ね。あ、びっくりしましたね。あの井上尚弥が1ラウンド目いきなりダウンしたんですよ。あれも信じられなかったですね。でも僕は実はその前段階で井上尚弥の異変に気がついてたんです。あの井上尚弥がなんと脇毛を剃ってたんです。対してルイス・ネリボーボーって言ってね。でこうなってくるとやっぱ調べないといけないじゃないですか。なんでいつから井上尚弥が脇毛を剃ったのかっていう。井上尚弥実はですね、2012年の10月にデビューしてるんですよ。その時はね、脇毛剃ってなかったんです。で、ちなみにですね、2012年10月その時の政権は民主党なんです。甘かったんでしょうね。脇が2ヶ月後に安倍政権に変わります。話戻しますけれども、2012年の10月にデビューして、そのまた6年後、2018年、この年から井上尚弥はなんと脇毛を剃るようになるんですよ。この2018年ってどんな年かっていうと、大谷翔平がメジャーリーグに挑戦した年なんです。一緒に行ったのが水原一平。どこにいたかって、脇にいたんですよ。で、それから6年後の2024年、水原一平が詐欺をする。まあ、24億円とか26億円とか言われてますけど、これはさすがに脇での詐欺やりすぎでボーボーに燃えてるっていうね。まあ、ちなみに、安倍派の裏金議員、これが2024年もう脇が甘くてボーボーに燃えるっていうね。まあでもまだ鎮火してませんけど。まあこうやって考えていくとですね、6年ごとにいろいろ起こってるな。じゃあ今から6年後どうなるんだって話ですよ。2030年、これはちょっとだけ燃えてるんです。2030年問題って言って、65歳以上の人が3分の1を超えるって、こうちょっとだけ燃えてるんです。でもなんといっても一番大きなのは脇の話ね。2030年、やっぱり歴史は繰り返しますから、2030年は脇毛ボーボーの時代がまたやってきます。もう脇毛アートって言われてね、街歩いてたら脇毛を虹色に染めてる人とか、脇毛でモナリザ描いてる人とか。ただこれもね、やっぱりブランドものをごっつくつけてるのはダメで、ちょっとだけつけてるのがいいんで、ちょっとだけ脇毛をパッてアートしてるのがいいと思います。2030年って言ったらボクサーどんなおしゃれかっていうと、脇毛をちょっとアートにしてるっていう時代がやってくると思いますね。メインの話じゃなくて脇の話ばっかりで申し訳ありません。どうもありがとうございました。